はい、では行きましょう。100m 背泳ぎでの質問ですね。後半 50m のタイムは前半 50m のタイムのプラス何秒で泳げば一番良いですかという質問ですね。そうですね、まあこれは、その基準はね、なかなかまあ難しい部分っていうのが あると思うんですけども、そうですね、だいたい3秒から4秒いくと少し遅いんじゃないかなと思います。なので、まあ、だいたい3秒を目標にやっていきましょう。例えばマイケル・フェルプス選手のね、バタフライで前半24秒で入って25秒後半とか6秒で帰ってくる選手もいますので、まあ後半ふっと上がってくる選手もいるからですね、あまり絶対っていうのはないんですけども、まあ、できるだけ3秒を常に目標にして日頃の練習を、意識してね、それ以上やっぱり落ちてほしくないので、頑張ってもらえたらと思います。やっぱり前半上げることっていうのも大事なんですけど、やっぱり後半ね、いかに縮めるかっていうのは、僕は大事じゃないかなと。前半行ってもね、結局どこで差が開くかっていうと、後半の残りの 100m だったら 30m だったりとか、残り 12.5 だったりすると思うので、いかにそこの部分を持ちこたえれるか、そこを最後グッと乗り越えられるかっていう部分だと思いますので、どっちかというとそこの、まあ、4秒あれば、まあ、変な話ですね、よく僕は言うんですけども、前半と後半同じタイムで来るように泳ぎなさいっていうことを言うんですね。そうすると前半に余裕が出てきますし、余裕が出てくるってことは泳ぎに効率が上がってくるっていうね、いい面も、少なからずありますので、まあ、そのあたりは練習でね、いろいろ試行錯誤しながらね、やってもらえたらと思います。森高塾バージョン2スタートします。